辞書系多形ドリル、理解確認、辞書系。多形、3、2、1、言いましょう。寝る前に電気を消します。早く寝たら早く起きることができます。勉強をすると頭が良くなります。明日は日本語を勉強したり本を読んだりしたいです。食べるとき、いただきますと言います。初めて刺身を食べたとき、おいしくないと思いました。この服はうちで洗うことができません。私は自分で靴を洗ったことがありません。パスワードを忘れるとログインできません。もし忘れたらここに電話してください。私の趣味は本を読むことです。その書類を読んだら山田さんに返してください。田中さんが来る前に資料を持ってきてください。田中さんが来た時、私は受付にいました。私は日本語を話すことができます。私はまだ山田さんと話したことがありません。泳ぐ前にシャワーを浴びてください。今年は海で泳いだり山に登ったりしたいです。次に会うとき、借りたお金を返します。有名な人に会ったことがありますか？結婚する前に彼の両親に会いに行きました。結婚したら彼の両親と一緒に住まなければなりません。
この道をまっすぐ行くとコンビニがあります。友達の家へ行った時、一緒にゲームをしました。電車に乗る前に切符を買います。この電車に乗ったら間に合います。この靴は簡単に脱ぐことができません。靴を脱いだらここに置いてください。疲れると眠くなります。疲れた時、コーヒーを飲みます。